こんばんは、久保です。常識を疑えってよく言われるじゃないですか。それでビジネスセミナーとか行ったら、人生を変えたかったらね、運命を変えたかったら、未来を変えたかったら、3つのことをやりなさいとか言われるんですよ。で、それに衝撃を受けて真に受けちゃう人がいて、あ、これこういうことなんだっていうふうにね、感じちゃう人がいるんですけども、まさにこれが常識を疑えなんですよ。で、具体的に言うと、仕事を変える、人間関係を変える、それから住むところを変える、この3つを変えると人生は変わります、運命は変わります、未来は変わりますよっていうふうに言うんですよ。そうすると、うわ、そうだったのかとか思いますけど、これ常識なんですよ。これが住むところを変える、仕事を変える、付き合う人を変える、これはね、これを変えたら人生や未来が変わるっていうのは常識なんですよ。だからこれに納得していては常識人止まりなんですよね。だから誰も変わんないんですよ、これじゃ。そうじゃなくって、いや、住むところ、仕事、人間関係、こんなものに影響されなくてもちゃんと自分は変えていけるぜって、自分の人生はこんなものに左右されないぞと、同じ仕事でも自分の人生変えていけるし、人付き合いが同じでも自分の人生変えていけるし、住むところが一緒でも自分の人生変えていけるしっていうふうに考えていくと、常識からちょっと抜けることができるんですよ。で、もっと言うとですね、何、住むところのせいで人生変わんないのとかね、付き合ってる人のせいで人生が変わんないのとか、仕事のせいで自分はうまくいかないのと、すでに責任転嫁なんですよ、こんなの。で、責任転嫁がすごく上手な人が、いや、仕事を変えれば人生変わりますよっていうふうに言われると、あ、そうなんだ、仕事が俺の人生の足を引っ張ってたんだっていうふうに、まさに自己肯定感強くなるんですよね。っていうふうに、ね、これはね、いい悪い、正しい正しくないじゃなくて、私はいつもこういうふうに、多くの人が、あ、そういうことだったんだっていうふうに考えたことじゃないことをね、考えていくんですよね。で、そうすると、いつもこの久保哲郎の解釈、速稼塾の解釈ってユニークだと思うんですよ。なんですかね、 NHK のことにしてもそうなんだけど、私はね、だから集客に困っている人が向こうから来る人を遠ざけるとかね、ランチ会に行ったらネットワーカーとか保険の勧誘の人ばっかりが名刺交換してくるよ、何やってんだよとか言って嫌がるけど、いや、向こうから来てくれてんだから、じゃあね、ネットワークの人が自分に名刺交換したいんだったら、逆に商品売り込んでいくみたいな気持ちがあってもいいんではないかなと思うんですよ。まあ多分ね、そういう思考に、まあ私はすぐにたどり着いて、しかもその思考を使うんですよね。使って行動するんですよ。でも多くの方はその思考にもたどり着かないし、たどり着かないから行動もしないんですよ。だから変わらないと思いますよ。だから多くの人が、あ、すごい新しい発想だねっていう風になるような常識的な発想に埋もれてるんですよ。だからね、なんか自分だけが気がついて他の人が気がついてないってことはもうないんで、人から聞いたなんか名言とか聞くとハッとするんですよね。あ、そういうことなんだと思っちゃうんですけども、よく考えてみたら、世の中の名言って当たり前の常識的なことを言ってるだけなんでね。よし、俺は常識から抜け出したぜっていうのがすでに常識なんですよ。だから、まあ本当に同じところでぐにゃ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 してるなと思うんですよね、私はね。で、結局広島にいた時もいろいろありましたけども、じゃあ今ね、ここの町から広島ってところを見たら、なんかずっと同じなんですよ。同じ人が似たようなことを繰り返してきて、変化とは言えないようなレベルで変化はしてるんですよ。でも本人はすごい変化したっていうふうに思っちゃってるんですよね。だからなんか人生が変わるとか、何かね、自分に変化が起きるっていうのは、性別が変わるとかね、そういうことまでは変わらないと思いますけども、全然別の人になってないといけないんですよね。で、自分が変化した結果、結果的に仕事が変わってるとかね、自分が成長した結果、結果的に人脈が変わったとかね、自分が成長した結果、結果的に住むところが変わったっていうふうに、住んでるところや人脈や仕事っていうのを自分が支配してないといけないんですよ。なのに、そういうのに支配されて自分の人生が右行ったり左行ったりしてるっていうふうに考えてしまうのが、ちょっとね、多くの方にこれはね、別に訴えかけないんですけども、多くの方が、考えてるのと私と違うところを見てるかなっていうところですね。人の考えとかね、人が何を信じてるかとか、どう考えてるかっていうのはあんまり興味がないんで、いちいちそこをね、私は立てつくつもりはないんですけども、多くの方の思考と行動を見るときに、私はそれには全く当たらなかったなと、そこに巻き込まれずに今日まで来たかなっていうふうに
ちょっとね、振り返るようなエピソードでした。ですんでね、波紋とか波紋じゃないとかじゃなくて、新之くんね、住むところを変えたら自分がね、こう変わってモチベーションが上がった。それ全然いいんですよ。それで OKOK。それも OK なんですよ。結果的に変わるんだったらいいんですよ。最悪なのは、住むところを変えても変わらない。人脈を変えても変わらない。仕事を変えても変わらない。これなんですよ。プラス、人脈を変える勇気もない。仕事を変える度胸もない。住むところを変えるようなこともできない。じゃあもう八方塞がりですよね。ってことなんですよね。で、今回のメッセージってのは、新之くんに感想を言ってほしいんじゃなくて、この私の考え方にね、なるほどって思ったら、これは今度はね、自分の考えとして発信した方がいいんですよ。一般公開動画で。なんか限定公開っていうのは全く意味がないんで、一般公開でどん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 攻めていくべきですよね。で、これね、ちょっと余談なんですけど、面白いエピソードで、吉谷さんと一対一のやり取りをしているのが億万長者合宿なんですけども、なんかそれに対してね、ケチをつけてくる人がいるんですよ。まあもちろんね、賛同してくれる人とか褒めてくれる人はありがたいんですけども、ケチをつけてくれる人に何て言うかっていうと、まあ、言わないですけどね、言うべきことがあるかというと、これは吉谷さんと私の一対一の動画なんで、人の会話に割り込まないでください、知らない人が。っていうことが究極言えるんですよね。だから私と吉谷さんがやり取りしてて、別に再生数1でいいわけですよ。なのになんかね、100とか200とかあったりするんで、まあそれはね、興味持って見ていただいてるんだろうなと思いますし、あ、なるほど、そういうふうに考えればいいんだっていうふうに、多分ね、何かしらの発見があるんで次も期待して見てくれてると思うんですけども、そこにケチをつけようとする人に関しましては、気に入らないんだったら他の動画見てくださいと。別にあなたに言ってるわけじゃないんで、私は一人に対して言ってるだけですから、みたいなね。そういうふうなオチもあるということですね。はい、では、いってらっしゃい。